消費者庁によりますとキリンビバレッジはミックスジュースのパッケージに大きなメロンのイラストと丸ごと果実感メロンテイスト果汁 100% などと大部分がメロンの果汁であるかのような表示をしていました。フルーツの果汁は 100% 使われていましたが、その大半はブドウやリンゴでメロンの果汁はわずか 2% でした。消費者庁は景品表示法違反に当たると判断し再発防止などを命じました。キリンビバレッジは現在販売中の商品はすでに表示を変えていて再発防止に努めるとしています。